ジオネームトゥーパンプスさんからですね、はい、文房具ごとの私は、うん、専門店に入ると半日過ぎちゃうって。あとにかく文房具が大好き、うんうん、そんな私の思い出は象が踏んでも壊れないのテレビ CM で大ヒットした、はい、アーム筆入れです、うん、昭和40年今から56年前に発売されて今でも販売されている、うん、テレビ CM には本物の象が出演して実際にアーム筆入れを踏んでいました、はい、私はどうしても欲しくてお年玉を貯めてようやくアーム筆入れを買うことができました、うん、学校へ持っていくとその日はクラスのヒーロー教室の前に行きみんなの前で買ったばかりのアーム筆入れを思いっきり踏みつぶしました。そうしたらバキッと嫌な音がして蓋が真っ二つに割れてしまいました。クラスのみんなからあーあーというため息混じりの呆れた声が出ました。真っ二つに割れてしまった蓋を絆創膏で貼り付けて私は使っていた。今のアーム筆入れは改良されて 1.5 トンまでの圧力に耐えられるそうです。今でも日本製丈夫で長持ちするのでエコロジーの面からも再び注目されています。へえ、まあなんかその CM はなんか知ってる、知ってるというか、昔こういうのあったよっていう映像で見たことありますけど。象が踏んでたんですか、うん、だけどやっぱそこまで強度ないんでしょうね。だからそういうそれぐらい強いよっていう意味のだと思うんですけど、実際に壊しちゃったらね元も子もないというか。面白い、小学生だね。でパパさんそのまま捉えたからね自分で踏んだら。いや純粋だからね、小学生だったらやりかねないですね。可愛いですね。どうぞ。はい、じゃあ